シリーズの3日目の戦いを迎えております尼崎センターブール、現在気温は20度から21度あたり、スタートラインに対しては向かいの風、風速は3、4メーターのコンディションとなっています。スタートまでは残り3秒です。スタートしました。わずかに好タイミングを決めたのはセンターから3号艇高石、4号艇の木村ですが、1周1マークは先行する1号艇の浜田にまくっていきました。3号艇の高石、外続いては5号艇の鎌倉、内をつくのは2号艇6号艇です。バックセッチ入りまして、先頭は1号艇こらえていきました浜田梨沙、3号艇高石が2番手を続いて5号艇の鎌倉3番手、スタート正常でした。2マーク先に回る1号艇の浜田、2番手の水は2号艇3号艇外行って、その内側から5号艇の鎌倉が迫っていきます。大目帰りましたが、2番手は2号艇の戸敷か、しかし内側から迫ってくる5号艇の鎌倉、外には3号艇の高石も続いて2周目に入りました。2周の1マークをトップで折り返します1号艇の浜田、2番手から追走は5号艇の鎌倉となって、2号艇の戸敷が3番手、その内側からは3号艇がもう一度迫ります高石、5番手は6号艇の津田、4号艇の木村、その後方になります。2周2マークを先頭で折り返します1号艇の浜田梨沙、5号艇の鎌倉が2番手を追走、上位体系1番5番、3番手の水2号艇ですが、ちょっとバタついてしまって内側から3号艇の高石が再度並びかけます。インコース3号艇高石、アウトは2号艇の戸敷で最終周回です。センターコースタート3号艇の高石が攻めていきましたが、陰線1号艇の浜田がきっちりこらえての先頭、5号艇の鎌倉が2番手を追走ということになって、3号艇の高石が3番手、上位体系は1番5番、3番、4番手以降は2号艇、6号艇、4号艇となります。先頭は1号艇の浜田、シリーズ最高の初勝利、2番手から追走は5号艇の鎌倉、3番手からは3号艇の高石で、上位短期体系は1号3、先頭1番の浜田ゴールイン、2着5番鎌倉ゴールイン、3着3番の高石ゴールイン、2番6番ゴールイン、4番の木村ゴールイン。以上、尼崎第2レースでした。予選の3日目の戦いが展開されています。ビーナスシリーズの第4戦、尼崎プリンセスカップ、迎える対戦は第8レースです。内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのは2コース2号艇の8ス、4コースからは4号艇の西岡です。1マーク躊躇なく攻めていく2号艇8スのまくり、3号艇と4号艇その間を割っていくも、4号艇ちょっと船が跳ねたか、バックへ入って先頭は3号艇差し切りました、浜田梨沙です。2番手の水は4号艇と2号艇、インコース4号艇西岡、アウトからは2号艇伸ばすか8ス、スタートは正常でした。その内から6号艇の運野も懸命に追い上げてくる、2番手の水が大混戦ですが、内から6号艇握ってかまそうと4号艇の西岡、そして2号艇の8数ホームへ帰りまして、まだまだ3艇接戦状態、先頭は3号艇浜田、2番手の水が大混戦です。2号艇の8数が打ち、その外に6号艇の運の、さらに外から4号艇の西岡で2周の1マーク、2号艇の8数が2番手で旋回、6号艇の運のが内を行きますが、4号艇の西岡も握って並びかける、ここで2番手は2号艇の8数少しリードを取って、3番手の水は6号艇運の、4号艇の西岡、後方からは5号艇土屋、1号艇の赤井となっています。2周2マークを先頭で折り返しました3号艇の浜田、2番手から続くのが2号艇の8ス、3番手の水6号艇4号艇接戦状態を、内側から懸命の粘りを見せます6号艇の運の、4番手内側から4号艇の西岡で最終周回に入りました。3コースからの差し切りでした。3号艇浜田が最後のバックへとボートを運んでいきます。2コースから攻めの形、2号艇の8スが2番手を追走で、3番手からは6号艇の運の、上位体系は3番、2番、6番の体系、惜しくも4番手は4号艇0台トップスタートでしたが、西岡後方には5号艇と1号艇です。ラストマークをトップクリアは3号艇の浜田、2番手追走は2号艇の8ス、3番手6号艇の運野が追走、上位体系326でゴールを迎えます。先頭3番です浜田ゴリ、2着2番の8スゴリ、3着6番の運野ゴリ、4番5番ゴリ、ラスト1番赤いゴリ。以上、尼崎第8レースでした。